ケインの後ろのポイントを取る人がちょっと多すぎる問題出てますね。ケインの後ろはロドリとあのリコ・ルイスに任せてベルナシューバーライン間いた方が怖いんですけどね。やられた。うわぁ。ビルドアップ良くなかったっすね、今配置が。もうベルナド降りてきて、ね、横の選択肢もなかったし、無理に立てつけてっていう。てか、スパーズにこの間やられた時もこんなんじゃなかったっけ？そう、降りすぎ問題でずっとね、修正できないうちに。もう、ケイン200ゴール。ロドリがこれやらかしたのちょっと痛いっすよね。本当にノンビジョンだったもんな、パスに。まあ、ちゃんとこういうところね、こういうチャンス決めきったケインはすごいですね。なんならシティ今季一番悪い試合じゃないですか、今日。いやー、スパーズ勝ったね。いやー、シティはちょっといいとこなしだったんじゃないですかね。ペップのね、最初のプランからその後の修正までそれみたいなね。いや、ほんとちょっとがっかりな感じでしたね。ほんと、ペップが。ニコルイス入れた、中入れたけどね、その意味もなく、相手閉じさせらんないし、ウィングが高い位置張ってて、線つながんないし。デブライネね、ウィングでクロス上げさせるみたいなのもね、他の選手で幅取ったその裏のところ。そうだから、ここをね、ウォーカー上げて幅取って、ここにデブライネがずれてきて、こういう上げ方するのはいいけど、デブライネが最初からここにいる状態で渡してるだけだから、それは誰かしら対応しに行くよっていう。いや、ハイバックをね、崩す施策が本当質しかなくて、ちょっと切ない感じでしたね。今季のペップはこれが多いですね。もうスパーズはね、5-4-1 でしっかり守ってバックパスに合わせてプレスかけてね。あと奪ったところからもうケインとソン・フンミンと、まあクルゼフスキーの。本質があればって感じですからね。ポストペップクロップ時代迫ってきてる気がする。まあね、まあどっちもね、やれることはあるけど、ちょっと戦力的にも、まあでもクロップの方がね、ちょっとその辺は、かわいそうなとこあるけど、ペップに関しては、今使える食材で作れる最高の料理これって感じがしますよね。今日の MVP ですか？ただのケインじゃないですか、普通に。ケイン、ホイビア、どっちかじゃない。Thank you.